日本語コンテッペのお時間です皆さん元気ですか元気ですか本当に元気ですか今日はモチベーションの保ち方その2はい皆さん元気ですか、えー、前回モチベーションについて話しましたね 僕の意見としては僕の意見としてはモチベーションが高い低いにかかわらず勉強した方がいいだから毎日の習慣にしてルーティンですね毎日の習慣にして勉強するのがいいんじゃないですかというおすすめサジェスチョンおすすめでしただけど あのまあもちろんねモチベーションが上がることってありますよねだから今日はそれについて話したいと思いますまずですね日本に旅行するはい日本に旅行日本旅行まず日本に旅行するために何をしますか 航空券を買いますよね。航空券。飛行機のチケット。航空券を買うと、え日本語のモチベーションが上がります。<laughs> これは本当です。たくさんの生徒さんが日本行き、ね、日本に行くための航空券を買いますね。そしてその後、モチベーションがめちゃめちゃ上がります。 例えばまあ日本旅行はまあ普通は6ヶ月前とかね8ヶ月前とかね結構前に航空券を買いますねだから十分時間があるんです十分時間があるから日本語の勉強をする、ね、いいですモチベーションが上がるなんでおすすめその1、えー 日本に旅行するための航空券を買う。これでモチベーションが上がる。その2。はい、その2。日本に来る <laughs> 日本に来て旅行します。そうするともちろんああもっと話したい。ああ、もっと読みたい。もっと勉強したい。モチベーションが上がる。はい。これもいいですね。 とにかく日本に旅行する。これですね。はい。他の方法。他の方法は、えー、レッスンを受ける。日本語のレッスンを受ける。まあ、普通の文法のレッスンはあんまりモチベーションが上がりません。はい。だから、会話ですね、えー。会話のレッスン。ね、もちろん、僕も あの会話のレッスンをしてるし他の先生でもいいですとにかく日本人と会話をする日本人と会話をすればああもっと話したいそういうふうになりますね、はい、これもいい方法他の方法他の方法えー、とても自分が好きなコンテンツを見つけるはいコンテンツね、えー、例えば漫画とか アニメとか、ね、好きなものがありますね日本のドラマでもいい自分が好きなコンテンツがあればこれを日本語でもっと読みたい日本語で見たい日本語で聞きたい音楽でもいいですね好きなコンテンツこれも大事、はい、アイドルでもいい、はい、日本人好きな日本人でもいい好きな日本人がいればこの人の言っていることを日本語で理解したい 日本語で聞きたい、ね、何でもいいですよ。YouTuber でもいいし、VTuber でもいいし、ね。コンテンツをうまく使う。そうすれば、モチベーションが上がります。あとね、あとね、モチベーションが上がることはいろいろありますよね。いろいろな方法がある。まあ、あの、運動するでもいいですよ。実はね、運動したり、 僕の場合は散歩をする僕は散歩をするといつもモチベーションが上がるもついつもやる気が出てくる理由は分かりませんやっぱり気持ちがいいから、はい、あとは掃除をするこれもいいですね、はい、掃除をするあとはコーヒーを飲む、ね、これもいいね、えー、チョコレートを食べるいいですねあんこを食べるいいですね ステーキを食べる。いいですね。お酒を飲む。いいですね。まあ何でもいいんですよ。自分が好きなことをすれば、モチベーションは上がります。ね、楽しいことをして、モチベーションを上げて、今日も勉強を頑張ってください。というわけで、チャオチャオ。明日のゴン、またねまたね。またね。